やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。お知らせ4つお願いします。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日1日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。で、もう1個の、オンラインサロン、マチュール。こちら無料になりましたので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。三つ目、猫チャンネル始めました。ズバッと猫チャンネルでございます。長毛の可愛い猫が見られますよ。で、四つ目、ズバッとタロットはアマゾンとかで発売してます。はい。で、ここからはこのコーナーの説明ですね。イエス可能でご質問を占うコーナー。まず質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問までです。で、一回質問したら5日間くらい分けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。オンラインサロンに行くこともあるし、これはちょっと占えないごめんなさいっていうこともあります。はい、では本日1問目です。坂下さくらさん。発達障害、野生心障害の人は現在数5の人が多い傾向がありますか？発達障害と精神障害で分けて占ってくださいっていうのと、ポケモンのアニメが始まってから子供にサトシと名付ける人は増えたか、それとも減ったか変化なしか。減ったかもね。ただもね。で、一番目のやつ、関連動画があって、鬱になりやすい数字とかある。そう。でも、精神障害ってさ、いっぱいあるじゃん、種類が。なので、どうかな。で、ちなみに、5は、確かに、すごく動き回ってるので、落ち着きなく、もう、あっちもやって、こっちもやってみたいな、マルチタスクとか、なんか、とにかくこう、まあ、物理的にもなんかいろいろ動き回ってる人が多いので、もう常に旅行行ってるとかさ、多動みたいな傾向な人が多い気がするので、ADHD に間違われがちだよみたいなことはその動画では言いましたが、で、これ、ちょっと繊細な話じゃない？ちょっと、私はなんか、この数字は鬱になりやすい気がする、個人鑑定で見てると、みたいな、なんかさ、なんか、そんななんか個人的な体験のあれじゃない、の範疇の話だから、これタロットカードで占っていいのかな、みたいなのがあるので、ちょっと私、チラ見させてください。発達障害と精神障害。ちょ悪いカードが出たら、イエスってことで、5の人、いやー、どうかなー。どうだろうね。いや、なんか、これ特定の数字の人を占うとさ、なんか、ね、ちょっと、あれじゃない、ご本人がその数字だったら、私がこの数字だったら、ちょっと嫌だなって思う気がするの。基本的に5はやっぱ、賢いですよ。知性みたいなカードが出ましたね。で、こっちが発達障害。ああ、大丈夫。精神疾患。ああ、大丈夫。あ、全然関係なかったです。ええ、ズバッと出ました。脳で多くないと思います。はい。私もそう思います。関係ないと思います。続いて、ポケモンのアニメが始まってから、サトシと名付ける人は増えたか減ったか変わらないか。これは1枚引きでいいかな。よいしょ。はい、せーの、トン。正義、変わらないで。はい。ね、バランスのカードが出ました。続いて、安西高之さんっていいのかな？の子供に皇族になられた方はいますか？ほう、どういう、どういう意図のどういう質問なのか全然わかんないけど。美智子様の義理の弟。安西さんでいいのかしら、読み方。ちょっとこの皇室関係なので、ちょっとチラ見させて。イエスかノーでしょう。あ、
あ、これな、見せられるかな。ノーで、ノー。うん。なんかこう、イエスとかだってたら、なんか、ややこしい、あれになるかなと思ったけど、ノー、うん、ノーって出たから、うん。ね、慌てて、そう、ダメだよなって思って今、慌ててあれにしたけど、うん。続いて、トゥルースさん。イーロン・マスク、開発の人工子宮を持ってて出産可能ね AI ロボット。キャットウーマンは3年以内に量産予定らしいですが、実現するのか。2、卵を種なしでも人間が作れる時代と言われていますが、本当なのか。あー、細胞からとか、髪の毛一本から作れる時代とかが来ちゃうのか。なんでしょうね。はい、1番目、まず。キャットウーマン3年以内に量産予定は実現するか。キャットというと今、こっち方向で。可愛らしい。美人な猫が私のことを監視しております。母ちゃん仕事してる?してるよ。見ての通り。はい。実現可能か。おー、明るいカードがいっぱい出たね。ズバッと出ました。あ、これイエスかもよ。ちょっと、我々が想像する携帯とはちょっと違うかもしれないけど、フールのお客。どんな感じなんだろうね。ロボット、AI ロボット、なんか、想像するとさ、ロボットとかやると人間の形してさ、こう、ウィーウィーみたいな。じゃなくて、もう本当なんか人工子宮がこうって、なんかこう入ってるようなこのくらいのあれかもしれないし、まあそれじゃ赤ちゃん育たないからこのくらいのさ、なんか四角いものでもそれでもロボットかもね、こういうね。でも、そうだよね。AI ロボットだから別に人間型とは言ってないもんね。うん。そうだよね。ただの機械の箱でロボットなんだろうね、多分ね。種。卵を種なしで人間が作れるっていうのは本当か?今やろうと思えば作れちゃうのか?まあ、倫理的な問題でクローンってなっちゃうからね。作ったらね、アウトだろうけど、本気出せば作れちゃうのか。なんか作れちゃう気がするけど、どうかな。月。あ、まだ完璧ではない。あ、まだかな。不完全だね、まだ。ズバッと出ました。うん。今はまだ不完全だと思います。ええ。だから、ノーですね。うん、完璧な、あの、クローンみたいなのはちょっとまだ怪しいね。人のカード2枚逆見たしま、あの、中途半端なカードと不安、曖昧なカードが出たから。まあ、作れたとしてもなんか、あ、なんか ね、人っぽいかもしんないけど、うん、違うとか。うん、なんか長く生きられないとか、そういうなんか、うん、そうだね、人、完全なる人としては無理な気がする。まだ、はい。続いて、子猫さん、ベビーメタ、あー、ベビーメタ、そう、占おうと思って忘れてた。はい、岡崎桃子さんに決まりましたね。彼女はアメリカに語学留学したのですが、プロダクションは最初からユーメタの代わりにしようと思ってたんでしょうか。そうでないのであれば、2017から2023のどの時期にメンバーに決めたのか。はい。じゃあまず1番目。最初からユーメタルの代わりにしようと思ってたのか。最初っていつ?最初はわかんないんだけど、彼女らすっごい若い頃からやってるじゃん。小学生の頃から。ね。小学校何年生 ?1、2年生くらいから入るのかな?ね。最初から。いや、最初からではないな。ズバッと出ます。最初じゃない。じゃあ、いつ決めたのか。2017から23の間ね。いつ決めたのか。あ、太陽のカードでも出たら、わかりやすいかな。2017、18、19、20、体温は逆、20、うん。21、22、2022年かな。まあ、この辺だよね、天気。うん。
太陽、まあ逆だけど太陽が出てタワーがありの運命の輪だから、17、18、19、2020年になんか、あってちょっと、こう、何かピンとくるものがあり、21に、うん、なんか崩壊があり、崩壊とか、まあ大きな、まあ大きな転換期よ。うん。そう。ね。大激変みたいな。で、2022年に、うん、チャンスが来たぞみたいな感じ。なので、今の説明で聞いていただいて、2020から22の間に、その間にかけて、3年間かけて決まったと思う。うん。はい。続いて、まったりくーさん。西日本豪雨から5年経ちますが、大変でしたよね、本当にね。今後同じ地域で同程度以上の水害が起きるかどうか。1年ずつ10年間。まあ、これはズバリタワーとか、悪魔とか、そのくらいのやつが出たらにしますか。10年間。2023年から占います。同程度。2023、4、来年怪しい。5、6、7、8、9、10、11、12、ん ?1、2、3、4。あー、怪しいの、待って。同程度でしょ?でも、金になるカードが世界でいいので、同程度。三角で危ないのは、特に危ないなって思ったのは、2024、2030年、2031年。はい。この三つ、この三つ。あ、まあ、これも。なんか、2030、31、32が、すごく、こっからなんで連続で怪しいんだろう、こんなにね。2024、やっぱもう一個増やして、2030、31、32が、を気をつけてね。うん。同程度かどうかはちょっと微妙だよ、三角で。うん、続いて、フルーフさん。維新の会、日本維新の会の次の目標。野党第一党を目指すを実現できるか。おー。これは、知りたいかも。ちょっと期限が書いてなかったのでね。来年なのか、10年後なのか、20年後なのか。わかんないけど。のーかな?大東は、ズバッと出ました。大東はないかな ?1 はないかな大東って聞き方すると、ちょっと厳しいね。環境に悪魔とか出てんだ。なんだろうね。まあ、ノーだな。うん。第一はないかな。自民党のままで行くのかね。うん、しばらくね。続いて、ちひろさん、食料危機についてありがとうございました。ダボス会議で作られている鳥インフルや田植えの水不足も人為的とタロットさんのカードが出ましたが、それなら、この先ダボス会議の動きに歯止めをかける勢力は現れますか?なんか上でさ、ダボスって伏せ字にしてんのに下では書いて。書いて大丈夫だよ。現れるか。現れるとしたらいつか、現れないなら、このまま食料危機に突入するのはいつか。ダボス会議の動きにこうね、歯止めをかける勢力。それはいい勢力って言っていいのかしらね。なんか何がいいのか悪いのかちょっと私にはわからないけれども、何が正義なのかわかんないけど、とりあえず、イエスっていうのが出たら、ね、肯定するよっていうカードが出たらイエスでいいかな。ダボス会議を阻止する勢力は、現れないかな?ズバッと出ました。今のまま行くかな?法の逆でしょ?
ね、なんかちょっと期待していいカードもちらっと出たけど、まあ、ノーかな？うん、だとしたら、うん。現れないとしたら、このまま食糧危機に突入するのはいつ頃か。なるほど。ちょっと今回キーになるカードを置かずに並べます、ひたすら。ちょっと何年後にはなるかわかんないから。食糧危機に突入するのは、2023年から、今年から並べます。2023。今年いきなりタワーが、今年じゃん、これ。ね、いや、しばらく暗いよ。今年やばいんじゃない？いや、今年で、2023年で、予想外になんか、あれなカードが出てしまった、しょっぱなに。うん。2023年で、え？そうなの？続いて、チャチャさん。儒学者、吉見南山でいいのかな？南山の先祖に、源の頼朝の弟、頼宣または、の年号の吉見氏はいるか？難しい。南山の子孫に日本で初めて万葉集を英訳した岡田鉄三でいいのかな？がいるかに、陰陽師。安倍の生命は安倍元首相の先祖か直系か。ここで占ったことないんだっけ？ないか。で、まず1番目。2問あるので、2問イエスかノーか、置いちゃうよ。で、2番目の先祖と直系って、あ、違うか、意味。微妙に違うか。まず1問目。先祖にどっちかはいるか。微妙だな、フル。で、あとは、子孫に岡田鉄三。あー、ズバッと出ました。ちょっと、1番目は三角で、2番目の岡田はって呼び捨てイエスで。三角バツ、え、微妙、うん、三角とバツ。ちょっと一番目は、フールってね、扱いが難しいんだよね。で、続いて、安倍の生命は、先祖直系関係ない。前ここで占わなかったっけな、占った気がしないでも、先祖直系ではない。関係ない。ズバッと出ました。まあ先祖かもしれないけれど、直系ではないし、キーのカードがむちゃくちゃ遠いかもよ。先祖って言っても。もう、本当になんか同じ名字っていうくらい、先祖ってどこまで先祖が一緒っていうのそれ。なんか定義がわかんないんだけど、なんか元をたどればさ、どうなんだろうね。みんな、結構、何十代も遡ると、みんな同じ人から生まれてるとか、なんかそういう話になるじゃん。だから どこまでかなっていうのがわかんないんだけど、直系ではない。ちょっと長いので言わないけど、あ、書かないけど、直系じゃないけど、先祖、かつ、関係ないに両方イエスが出たので、むちゃくちゃ遠い先祖だと思う。果てしなく遠い先祖みたいな。先祖が、そうね。果てしなく遠い。そう、うん。うん、そうだよね。難しいよね、先祖の定義。はい。では以上になります。じゃんけんきました。まーきじゃんけん。じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。